供が嫌いだ。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋で前向きな姿勢とないものねだりだ。心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。お人事入れ歯だカツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。努力の素振りも見せない、忍耐のかけらもない、人生の深みも渋みも何にも持っていない。そのくせ下から見上げるようなあの態度。火事の時は足でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思う、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。私は子供に生まれないでよかったと胸をなで下ろしています。私たち大人の